安全管理に関する研修会ということでお話をさせていただきます。先般は、園バスの運行、そして管理に関わる様々な、調査へのご協力ありがとうございました。私も、その結果をですね、拝見いたしまして、それを単なるですね、何か事故があった時のアリバイ作りのための資料として保管しておくのではなく、そこからさまざまなですね、教訓のようなものを拾い上げて皆さんと共有していくことが非常に大切なのではないかと考えました。そこで、こういったですね、研修の機会を設定していただくとともに、園バスに限らずですね、子どもの安全健康、そして育ちをですね、しっかりと保障していくために、やはり私たちどう、園をですね、経営していかなきゃいけないのか、運営すべきなのか、共に考えていくための時間とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、プレゼンテーションをですね、動かしながらお話をさせていただきますので、画面をご覧ください。まず、園内における機器とは何かということですけれども、そもそもですね、機器というのは、不意に発生する大きな事件、事故、および災害のように、生命を脅かす様々な事態のことを言います。そして特に、幼稚園や認定こども園における機器は何なのか、大きく3つにですね、分けて、捉えておきたいと思います。まず1つ目がですね、保育活動中の事故です。その事故の中には、物的環境によって引き起こされる事故があります。例えば、子どもがですね、段差、あるいは石ころ、いろんなものにつまずいて転ぶ、ありますね。今からもう3年前になりますでしょうか、臨時休園になって3ヶ月。子どもたちが、再び幼稚園や認定こどもに登園を始めたときに、全国でさまざまな、怪我ですね、頻発いたしました。つまり、わずか3ヶ月ですけれども、十分に体を動かして遊ぶ経験が保証されなかった。で、それがですね、実際、活動再開してみると、ちょっとした段差でつまずいて転んでしまう。しかし、転んだ時にですね、受け身を取ることができない。ですが、これ、保育の世界では顔面制動って言い方をしますが、つまり自分の顔面からこう突っ込んでいってしまうんですね。そして、擦り傷ぐらいで済めばいいんですけれども、前歯を折ってしまったりだとか、または、腕を骨折するとかですね、そんなことが、多発したというふうに言われています。で、これは、例えば、ジャン・ジャック・ルソーやペスタロッチを引き合いに出すまでもなくですね、私たちの感官、器官、能力というのは、日常生活の中で使うことによって、やっぱり発達をしていくんだというわけですね。ですから、私たち大人の3ヶ月と、まさに成長のただ中にある幼児期の3ヶ月、意味合いというのは全然違うわけですよね。ですから、園の中には、例えば保護者のですね、さまざまなご都合によって、1週間だとか、半月だとか、お休みをしていた子どもが、晴れてですね、登園できるようになって、で、そんな時の本当に1日目から1週間目っていうのは、私たち注意して見守ってあげなければいけないことになるわけですね。で、さらに言えば、最近、セイアカゴケグモとか言われてますけれども、地球温暖化の影響でしょうか。本来であったら、東北に生息していないようなですね、毒を持った害虫だとか、またはですね、触ったり、口の中に入れたりすると有毒な植物ですね。で、こういったものも、ある意味知らず知らずのうちに繁殖をしていくって、ね。これを以前私が関西にいるときに経験したんですが、ある公立幼稚園だったんですけれども、椿の花をですね、園庭で栽培をしていたわけですよね。よく椿というのは、病人のお見舞いには持っていかないように、つまりぽろっとこう花がですね、落ちてしまうことで、意気消沈をしてしまって、具合が悪くなったり、命を落としかねないからだ、なんてことを言われていますが、実は園におけるね、この椿の葉って、これ非常にこう有毒性が高い毛虫がつくんですよね。
ですから、実はその幼稚園でもですね、保護者がですね、園庭の管理に参画してくださって、まあ、除草作業だとかですね、伸びた枝の剪定作業なんか、力を貸してくださっていたんですが、まあ、ある保護者が、その椿でですね、本当に大ごとになってしまった。まあ、そういうことがあります。はい、幼児が刺されたら、私たちは環境についてもですね、そういった植物学や、ね、まあ、昆虫、こういった、ね、知見を、精査をして、必要も出てくるわけですよね。さらに言えば、まあ、これは固定遊具です。ね、子どもの成長に良かれとして、設置した固定遊具によって大怪我をしたり命を失ってしまうというような事態もあります。なので、まあ、この辺もですね、固定遊具は一旦設置してしまったらなかなか動かせません。で、それによって園庭の使い方、子どもたちの遊びも規定されていきますので、この辺十分考えながら、やはり、設定管理をしていかなければいけないということです。そしてもう一つは人的な環境によって引き起こされる事故ですね。ですから、まあ、私たちが胸を痛めた園バスによる置き去りの事故、死亡事例、これはまさしくヒューマンエラーですよね。人的環境としての運転手が、添乗員が、または、ね、クラス担任が注意をしていたら未然に防ぐことができた。これは事故であったはずなんですが、まあ、こういったことが、何度も繰り返されていってしまう。もう一度私たちは、子どもという大切な命を預かり、そして育てているですね、まあ、人的環境の一つとしてのこう自覚をですね、しっかりと高めていかなければいけない。で、その一方で、虐待っていうのもあるわけですね。まあ、残念ながら仙台市の民間の保育所ですけれども、何件かのその虐待事例というものが報告されています。やはり中にはですね、その虐待が発生する一つの原因として、勤務環境が非常に悪かったり、その環境の中には、例えば、まあ、あえて保育者と言いますけれども、保育者同士の人間関係がですね、円滑でなかったり、いろんなやっぱりヒューマンエラーの積み重なりが、まあ、最も守られなければいけない。そして弱い立場である子どもに向かっていってしまう。ですからここもですね、私たちは心して子どもの人権を守るために、こう虐待あるいは虐待につながっていくような対応、これはですね、慎んでいかなければならないということです。さて、2番目ですが、睡眠中の事故、これは、まあ、主として保育所の問題かと思いつつですね、実は、認定こども園、ね、2号認定の子どもたち、つまり、家庭に、まあ、ある意味保護者がですね、いろんな事情で、子どもの養育に当たることが難しい。ですから、保護者の委託を受けて、認定こども園が長時間保育を展開するときに、当然お昼寝の時間ってあるわけですね。いや、1号認定の子どもしか受け入れていない幼稚園であっても、こんなケースがあると思います。ある子どもが体調が悪くなった。ね、だから保健室や、また保健室がない場合は、園長室だとか応接室のソファーで休ませている。これもまあお昼寝と同じような状態になるわけですよね。こんな時にちょっと目を離していたら、ね、子供が嘔吐して、で、その吐瀉物が気管に詰まってしまってってこともこれ想定されるわけです。ですから、まあ、私立の幼稚園だった場合もですね、睡眠中の事故ということは危険性として考えられるわけですので、この辺についても注意をしておく必要があると思います。そして3番目です。災害ですね。この災害の中には、まあ、自然災害、地震、台風、そして水害、火災、まあ、昨日埼玉県の戸田市の公立中学校でしょうか、猟奇的な事件が起こりましたが、まあ、不審者ということで、やはり子どものですね、安全を守るための不安要素が突然襲ってくる。
で、この3番目は本当に予測がつかないわけですから、まあ、常日頃の備え、心構え、これが必要になってくるわけですよね。まあ、ちなみにですね、3.11、12年目の節目がまたやってきますけれども、まあ、これ保育所の話なんですけれどもね、まあ、宮兄弟、私が勤めている大学では保育士養成はしていないんですけれども、まあ、学生にですね、問いかけることがあるんです。保育所の、まあ、最低基準として、0歳児です。つまり、自分でまだ二足歩行ができない。そういった乳児に対して、ね、設置基準、ね、一人の保育士が何人の乳児を担当をするのか、わかりますか？こうですね、宮兄弟の学生に質問すると、まあ、一人、マンツーマンとかですね、あるいは、いや、5人ぐらいだったら面倒が見られるんじゃないかとかね、いろんな答えが返ってきます。まあ、マンツーマンは理想ですけれども、なかなかそうはいきませんよね。これ、一人の保育士に対して3人の0歳児ですよね。この3人の数字っていうのは、実は最低基準としての根拠があるんですね。これは私が渡りのですね、公立保育所にお邪魔したときにお伺いした話です。当時、地震が発生したときに、子どもたちは午睡、お昼寝の時間でした。ところが激しい揺れで目を覚まし、当然、ね、泣き出すわけですよ。すると今度は津波の警報がやってくる。で、保育士さんは、一人の0歳児、0歳児といっても、生まれたときは3キロぐらいですが、1年間でその3倍に成長するわけですよね。だから大きな子供であれば、10キロ近くあるわけです。ね、一人をおんぶする。そして、もう二人の子供を両脇に抱えるわけですよね。だから、一人の保育士が三人の、0歳児を担当するということになるわけです。そして、道を挟んで隣にある、ね、渡中学校でしょうか。その屋上に避難したっていうんですね。で、やがて日が暮れて、雪がちらついてくる。寒い中ですね。まあ、保育士を入れて、ね、4人がこう、身を寄せ合って暖を取り、翌日自衛隊のですね、救助のヘリコプターが、到着するまでじっと耐え忍んだというお話です。ね、ですので、まあ、これは保育所の話ですが、幼稚園にしてみても、ね、設置基準、いろいろありますが、これ本当最低基準なわけですよね。ですから、まあ、私立の幼稚園の場合でしたら、一つの経営努力として、最低基準ギリギリではなくて、よりこう、本当はゆとりを持ったですね、例えばスタッフだとか、または様々な園経営に関わる、こと、例えば、今日、あとお話をさせていただくような避難訓練もそうかもしれません。これやっぱ最低基準以上のやっぱり対応を心がけることによって、こういった不測の事態を回避することができる。あるいはそういった事態に陥った場合もですね、子どもの命と健康を守ることができる。こう私は考えております。さあ、次に進みましょう。そして、実際に悲惨な事故というのは起こります。しかし、私たちはそこからやはり教訓を学び取っていかなければならない。これはショッキングな署名ですよね。死を招いた保育。猪熊弘子さん。私と同じ年の方です。もともとは、ね、ノンフィクションのライターでしたけれども、まあ、こういったですね、時間をかけていく中で、より乳幼児保育、教育に興味を持って、また、もともと日本女子大学をご卒業された方ですけれども、まあ、お茶の水女子大学の大学院にね、進学をされて、まあ、幼児学ですね、ご研究され、今では、どこでしょう、北海道の名寄の公立大学でしょうか、そこの、まあ、特任教師というような形で、まあ、保育者養成にも携わってらっしゃる、ね。こういったジャーナリストですけれども、まあ、彼女がですね、埼玉県の上尾市の公立保育所で発生した、まあ、痛ましい事件、そしてその事件をめぐる裁判を傍聴しながらですね、まあ、一冊のノンフィクションの書籍として出版をしました。で、この死を招いた保育は、日本保育学会の文献賞も受賞しています。
で、これ、アマゾンからちょっと引っ張ってきたですね、まあ、テキスト、ちょっと私なりに書き換えているんですが、皆さん、もうすでに紐解かれているとは思いますけれども、いや、知らなかったっていう方もいらっしゃると思いますので、ご紹介をさせていただきます。2005年8月の事件、これは決して特殊な事件ではない。どこの保育所でも、いやいや、幼稚園でも起こりうる人災である。小さな嘘、怠慢、思い込みとすれ違い、日々の歪みの積み重ねが必然的に子どもの命を奪うことがあるかもしれないことに気づいてほしい。命の重みを背負った保育の質を問うというわけですね。で、これは私自身が猪熊さんから直接聞いた話です。まあ、直接聞いたといってもマンツーマンではなくですね、日本乳幼児教育学会という学会があるんですが、その大会の際にですね、何でしょう、特別講演があって、そこでこの猪熊さんのですね、お話を拝聴する機会があったんですね。で、ここでは、そこではですね、活字にして残せないような生々しく痛々しい実は事実もお伺いすることができました。で、この埼玉県上尾市の、ね、公立幼稚園で起こった事故なんですが、まあ、簡単に言ってしまえばこういうことなんですよね。子どもたちが自由遊びの時間にかくれんぼをして遊んでたんですよね。で、一人の男の子が本棚の下に隠れたんです。で、当時のですね、まあ、本当にこうひな壇作りになっている本棚、一番下は物入れとして併用できるように、なんか観音開きの扉がついていたんですよね。現在販売されているそういった本棚は、この事件、事故を受けて、もう扉をつけなくなってますよね。こうオープンになっているんですが、まあ、それ以前のものというのは大抵お決まりのデザインとして扉がついていたわけです。で、その男の子は、その扉の中に隠れたんですよね。かくれんぼですから、当然、扉閉めます。ところがなぜでしょうか。ここからよくわからないんですが、そこから出ることができなくなってしまったんですよね。さあ、自由遊びの時間が終わりました。子どもたちは手洗い、うがい、用便を済ませて、給食になります。さあ、担当の保育士さんは、子どもの人数を数える。一人いないわけです。どうしたんだろうって。園内をまず探し回ります。姿が見えません。じゃあ、ひょっとしたら靴を履いて、園舎の外へ、いやいや、園外に出て行ってしまったんじゃないか。下駄箱を見ると、その子の靴は、外履きはちゃんとあるんですよね。で、いないいないとみんなで探し回った結果、その本棚の下でうずくまり、熱中症ですよね。意識を失った男の子が発見されたというわけです。もう発見された当時、体温がもう40度近くになっていたというわけですね。で、その後ですね、まあ、医師による懸命の治療の甲斐なく、その子は命を落としてしまうことになるわけです。さあ、ここでショッキングな事実なんですよね。その子と一緒にかくれんぼをしていたお友達がいたわけです。そしてその子が本棚の下に隠れたことを知っているお友達もいたんですよ。ところが保育士さんたちが懸命に探し回っている時に、子供が一言も声をかけなかった。これは一体なぜなのかっていうことなんです。皆さん、なぜだと思いますか？実はですね、この保育所、職員同士の人間関係が非常に険悪だったんです。そして、険悪な上にですね、みんなで結託をして、園長です。所長をいじめていたっていうんです。ですから、所長のことを無視したり、本来、所長にあげるべき情報をですね、隠蔽するようなことがまかり通るようなひどい縁だったらしいんです。で、子どもたちは大人のそういう姿を日々
垣間見ていたんですよ。で、子供の中に大人は信用できない、先生のことは信頼できないという思いが知らず知らずのうちに醸成されていたんだってわけですね。つまり、何々君はあそこに隠れてるよって言い出すきっかけはあったはずなんです。ところがもう先生たちが必死に探している。今さらあそこに隠れてるよなんて言ったら、どうしてそれ早く言わないの？叱られるんじゃないか。こういう思いを抱いていたらしいんですよね。そしてとうとう、ね、そういった周りの園児、子どもたちのサポートを得ることもできないままに、一人の未来のある子どもの命の火が消えていったってことなんですよね。で、当然ですね、上尾市、健康福祉部、子ども家庭課はですね、この事故に対して調査をしました。そして独自にですね、上尾市立保育所の危機対応要領というのを作成しました。ネットから私これ、ダウンロードしてきたものですので、皆さんもこれは、閲覧することはもちろん可能です。これはそれぞれの園の危機管理であるとともに、もう一つは園バスについてもね、こうやっぱ同様のことが言えるんじゃないかなと思います。大切なので1番から8番まで確認をしていきたいと思います。1番、園舎の構造が死角を作り出していたですね。だからやはり、園全体がよく見える、これ大事ですよね。これは保育者から見えるってことも大事ですし、もう一つは子どもたちからも見えるって、これ大事なんですよね。だからそういう中で、まあ、お互いに眼差しが、ね、交わっていく、見つめ合うようなやっぱり環境づくり大事なんですよね。ですので、この辺がですね、徹底していないと、まあ、いろんなところにさまざまなものが置いてある。ね、だけれども、例えば、なぜここに置いてあるんですかと聞かれたときに、答えが返ってこないような環境はダメなんですよね。いや、いつか子供が遊ぶかもしれないとね。この間、行事の時に出したんだけれども、ちょっとその後忙しくって、ね、片付けずに放置してあります。これはもってのほかなんですよね。これやはり教育としての幼稚園、その環境というものは、一つ一つ根拠がなきゃいけない。だから、例えば私のようなものが、ね、お邪魔したときに、どうしてここに置いてあるんですか？なぜここに3つあるんですか？それはねってこう答えられる環境。こうした環境というのは、突き詰めていくと、ここでいうところの構造的な矛盾だとか、あるいは死角っていうのは、ね、生まれてこないんじゃないかと思うんですよね。で、事故が起こった保育所では、しかもその死角に当該、ね、本棚が無造作に置かれていたってわけですよ。だから、周りの子どもたちの中には気づいている子がいたけれども、保育者には見えなかったってわけですよね。で、これ私よくですね、実践指導に入るときに、こんなことを申し上げます。保育者は自分のへそを中心に向けなさいってわけです。保育室にいるときにも、遊戯室でも、園庭でも、へそを中心に向ける。そうすると、例えば、目の前の子供に対応しながらも、例えば園庭全体を感覚的にキャッチすることができるわけですよね。だから、見ていませんでした、気づきませんでしたってことにはならないはずなんです。またはね、子供たちにしてもそうかもしれません。ね、ふっと不安になって視線を上げたときに、少なくとも先生の顔が見える。で、場合によったらその先生と目と目が合った。先生がニコッとしてくれた。なんか困った顔をしている。それが一つの評価にもなるわけですよね。あ、先生応援してくれている。あ、先生困った顔をしてるから、ひょっとしたらここにいちゃいけないのかな。こんなことしちゃいけないじゃないか。ね、そんなことを子ども自身が気づいていく。そのためには、やはり、見える。あるいは見る、見られる関係づくりや環境を作っていくってことが大事なんですよね。そして3番目、保育に計画性が乏しかったこと。4番目、保育中の、まあ、児童、まあ、幼児ですね、この場合は、動静把握が不十分であったこと。
5番目、児童幼児の人間関係、遊び発達心情への理解が保育者に不足していたということ。6番目、保育者の危機管理意識が希薄であったこと。7番目、危機場面への組織的対応ができていなかったこと。8番目、保護者との連携が十分にできていなかったこと。まあ、こんなことがですね、後の調査や、または裁判の中で明らかになっていったってわけです。で、その私が猪熊さんのですね、講演会を聞いたときに、彼女はこんな事例も挙げていました。これはね、私立幼稚園の話です。やはりね、夏場、プールでの事故だったんですよね。本当に水深が10センチあったら、子供は溺れる。だから、水遊びやプール遊びというのは本当に気が抜けませんよね。でね、ある私立幼稚園で子供がですね、溺れたんです。で、さあその時にです。まず、園長先生を探したっていうんですよ。その幼稚園は非常にこう園長先生のですね、何でしょう、ある意味、権威がね、まあ、何でしょうか、権威があって、そして園長先生を中心にこうピラミッド的な構造の権力関係が構築されている。で、何でもですね、園長先生の了解がなければ、ね、まあ、教諭が動けないというような、まあ、マネジメント体制になっていたってわけですよ。で、例えば子供がですね、保育中に怪我をした。場合によったらこう救急車を呼ばなきゃいけない。これ必ずですね、園長先生の許可が必要だってわけです。なぜでしょうか。実は、園の評判を気にしていたからなんですよね。これ、まあ、仙台あたりもそうかもしれませんが、ね、今、少子化の中ですね、私立幼稚園も言葉は悪いんですが、生き残りをかけて必死です。園児獲得競争です。やはりその時には地域の評判評価気になるわけですよね。これは私関西にいる時にですね、聞いた話です。その方は今、ね、私立幼稚園連盟の重鎮になっている方なんですけれども、ちょっと話が横道それますよ。研修会をね、私立幼稚園連盟、連合会、ね、企画しようって話になったんです。で、その時に私が相談に乗りました。で、その当時は研修部長だったんですが、ね、その方が言うには、佐藤先生、幼稚園の研修、最もやっぱりね、力になるのは、保育を公開して、いろんな方々に見ていただく。で、見ていただくだけじゃなくて、ご意見を賜ることが、やっぱりこれ一番、ね、保育者の職能向上につながっていくって、百も承知なんだっていうわけです。しかしながら、まあ、その地域の私立幼稚園、それができないっていうんですよ。まあ、当然ね、例えばキリスト教系の幼稚園もあれば、仏教系もあれば、ね、自由遊びを尊重する、いやいや、英語教育だとか、体操教室だとか、まあ、目玉保育と呼ばれるような、そういった対応が評価されている幼稚園、いろいろあるわけですよ。ですから、その私学のね、独自性というものを発揮しながら保育しているから、まあ、なかなか、公開保育といっても難しい。だけれども、何か共通項をね、探って学び合うことはできるはずなんです。しかしながら、その方は私にこう言いました。佐藤先生、同じ地域の中の、特に近隣にある私立幼稚園同士、お互いに商売敵なんです。だから、手の内を、まあ、こうおっしゃってたんですね。ですから、その時にね、仕方がないんだ。やっぱ研修会って言ったら、ね、有名な先生を呼んできて、ね、講師借金10万円ぐらい用意して、ありがたいお話を聞いて、いや、こんな有名な先生のお話を伺うことができたんだっていうことを、まあ、一つの学びとしてね、まあ、あとはそれぞれみんなで、まあ、お互いに高め合うように、
頑張っていこうって、まあ、こういう研修会しかできないんですよなんて話を聞きました。これ15年ぐらい前の話なんですけどね。さて、話を元に戻しましょう。ですから、そのね、園長先生が非常に権威的な幼稚園、カリスマ的な幼稚園、園の評判が気になって、なかなか救急車を呼ぶことができなかったんですよ。で、しかも運悪くですね、その日は園長先生が何かのご用事で園外にいたっていうんです。ね、まあだから当時、ね、ガラケーですけれども、携帯電話がもう普及しておりましたので、ね、なんとか園長先生につながった。すると園長先生の指示はこうだったっていうんですよ。近くのね、お医者さん連れてきなさいってわけです。救急車呼ばずに。で、指示通りの対応したら、もうお医者様もね、お手上げなんです。もうこれダメだって。でもう救急車を呼んで、ね、まあ、総合病院でしょうか。子供が、運ばれますけれども、残念ながらその命も救うことができなかったっていうわけなんですよね。ですので、一人の子供の命と園の評判、どちらが大事なのかって言った時に、もう答えは明白ですよね。ですので、まあ、そういったその経営者の、ね、スタンス、または、まあ、経営者がカリスマ的なことを決して悪いというわけではありませんが、それによって、ね、この園の安全管理、子どもの命を守るための一人一人の教員の行動が規制されるようでは、やはりこれは良くないんじゃないかと私は思っています。で、そんな中で、これも有名ですけれども、ハインリッヒの法則。ね、これは労働災害における経験則の一つで、ハインリッヒ自身はこれは非常にサイエンティフィックで科学的なんだとは言うんですが、いや、どこまで科学なのかはちょっとわからないんですが、こんなのがあります。実は、このハインリッヒという人、ハーバート・ウィリアム・ハインリッヒと言いますけれども、おそらくドイツ系の方ですよね。アメリカの保険会社の社員だったっていうんですよね。そして、まあ、ちょうど世界恐慌の時期なんですけれども、ね、まあ、当時ですね、まあ、いろんな、要するに、労務災害等々があったんでしょう。ね、で、会社の経営も苦しい、ね。保険会社も何かと大変だっていうことで、まあ、自らの経験値と研究調査に基づいて、ね、インダストリアルアクシデント、ね、プリベンションですから、こう、労務災害を防止する。副題がサイエンティフィックアプローチですから、一つの科学的なアプローチっていうね、まあ、書籍を出版したんですが、まあ、この中でのハインリッヒの主張に由来してるんだっていうんです。まあ、どこまで科学なのか、ね、定かではないんですが、ただ傾聴には値すると思うんですね。実は先ほどから挙げてきた悲惨な事故、一つの重大事件です。しかしながら、その重大事件の裏には29の軽い事故があるんだと。ですから、30回に1回は重大事故につながるよってわけです。しかし、さらにそれよりも水面下です。300のヒヤリハットがあるってわけなんですよね。ですから、このハインリッヒの法則というのは、このヒヤリとした体験です。ね、で、その様々なものが積み重なって、やがて、ね、軽い事故から取り返しがつかないような事故につながっていくんだと。だから大切なのは、このヒヤリ、ハッというような小さな要因、これをですね、適切に潰していくことなんだってわけなんですね。で、そういったやはり地道な、ね、努力があって、子供の安心安全が守られるということ。これ私たちはやはり肝に銘じておかなければいけないと思います。さあ次に行きましょう。で、そんな中で、ね、保育活動中の事故への対応ということになりますけれども、まずは1番目、普段利用する園内や園外で危ない箇所や死角がないかしっかりと確認をしていくこと。そしてやはりですね、先ほど乳児の例を挙げましたけれども、保育者の人数が足りているのか、さらに言えば、適切に配置がなされているのか、これが確認する必要がありますし、3番目、あとは生活環境や活動内容が
幼児の発達の過程や成長に合っているか確認する。これ大事です。今日は具体を挙げていく時間はないんですが、私はよくこう申し上げます。3歳児は3歳児の保育室。いや、5歳児は5歳児の保育室。やはり子どもの発達の過程や、これまで幼稚園の中で積み上げてきた経験や学びが、やはり反映している環境であるべきだったんですね。やはり3歳児らしい保育室、または3歳児でも入園当初から4歳に進級していく、この3月の環境、当然違うわけです。で、そういうものをやっぱりきちんと踏まえた環境であるべきで、まあ、極論をすれば、3歳児の保育室が5歳児的になっていた場合、ね、やはりそのなんか、ね、ずれによって、ある種の危険性が生じてくることもあるでしょう。だから例えば3歳児でやったら、あまり資格は、ね、ない方がいいですよね。または何でしょうか、ね、その子どもの中に、ね、ADHD 傾向がある子どもがいたとすれば、まっすぐな動線を作っておくと、パーッと走り出すわけですよね。しかも保育室のような狭い空間でも、まっすぐな動線とまっすぐな上動線が直角に交わるような作りになっていると、そこでぶつかってたんこぶぐらいで済めばいいんですけれども、もっと大きな怪我につながることもある。だからまっすぐな動線を消していくだとかね、あるいはその保育室の環境に十分に子どもたちがまあ適応していく、ね、順応じゃありませんよ。順応というのは英語で言えばアダプションです。これはもう動物的なんですね。つまり動物は環境に合わせて自分を変えるしかありません。ところが私たち人間は環境に適応するわけです。アダプテーションです。つまり環境に合わせて自分を変えるし、自分から働きかけて環境そのものを変えていく。だから幼児といえども環境と相互作用、インタラクションしながら、まあ、自分が暮らしやすい、快適で、そして面白い、まあ、環境づくりをしていくわけですよね。ですから、まあ、そんなことが十分十分保育室の中で展開したときには、ひょっとしたらちょっと死角があって、逆にそれが穴蔵の、ね、なんか隠れ家のようで楽しいなんていうような展開も出てくるのかもしれません。だから、一概に死角を作るな。ね、子どもは見えないことは悪いことだと申し上げるつもりはありませんが、そこまでやっぱり子どもたちが先生と一緒に環境づくりをしていくというような、ね、生活や成長を積み重ねていかないと、やはり、事故につながっていく危険性は高まることになるわけです。それがこの3番目、生活環境や活動内容がうんぬんかんぬんというところです。で、さらに言えば4番目です。新しい行事の危険性。つまり何か新しいことを試みようとするときには、やはり危険が伴います。予想外の幼児の行動が現れることもあるかもしれない。なので、まあ、そんなときこそですね、様々な可能性を想定する。そして、例えばそれをですね、付箋紙、ポストイットに一つ一つこう書き出してみて、KJ 法ですよね。何か似たようなカテゴリーで、こう関連づけて構造化することによって、何か活動の全体像なり、そこに伴うさまざまな可能性や危険性も見えてくるわけですよね。だから本当に新しい試み、これからアフターコロナになってきます。マスクをはじめ、これまで制限がかかっていたことが一気に場合によったら解除されるときに、まあ本当に比較的経験が浅い先生や何よりも子どもたちにとってみたら、可能性が開かれるとともに、チャンスはピンチでもあります。よくよく気をつけていく必要があるのではないかと思います。で、そんな中で、まあ、リスクマネジメントってことになります。これは、職階や経験、または常勤パートタイマー、雇用形態に関わりなく、すべてのやはり職員で取り組むことが大事で、先ほどのハインリッヒの法則にあるように、ヒヤリハット、過去の経験や事例からさまざまな実施事項をリストアップしていくこと、これ大事ですよね。ですから、例えば先生方は、まあ、保育中ポケットに、ね、
付箋紙を忍ばせておいて、何かヒヤリハッとしたことがあったり、気になることがあったら、そこにね、ささっとメモをしておく。そして例えば、職員室の入り口でもいいかもしれません。どこかのパブリックスペースにボードをつけておいて、それぞれの先生がそのヒヤリハットをそこにこう貼っていく。で、先生方は保育中もですね、パブリックなスペースですから、そこをふっと通り過ぎるときに、何か情報が提示されていないかな、こう気をつけて見るようにする。これだけでもいいと思います。で、その時に、それはね、どんな先生が気づいたことなのかって、こう識別するためにね、例えばですよ、私の家族を出すと、徹夜先生だったら黄色い付箋紙、陽子先生だったらピンクの付箋紙、愛先生だったら水色の付箋紙、とも先生だったらみたいに、ね、付箋紙の色を変えれば、ね、これは誰が気づいたことなのか、共有できますよね。だからちょっとしたアイディアなんだと思います。で、そんな中で、シェルモデルっていうのがですね、まあ、シェルってこう貝殻のことなんですが、実は今から挙げる5つのね、この単語を構成しているアルファベットの頭文字を取ってるわけですけれども、ね、まあ、1つはソフトウェアです。規則やマニュアル、あるいは、ね、組織などのシステム的要因っていうのをやっぱりきちんとしておくことが大事だってわけですよね。これはもう当然、今までさまざまな事件、事故から私たちは学び、ね、こういったマニュアルは整えているはずなんですね。要はその実効性をどう高めていくのか、そこ大事だと思います。そしてそのマニュアル、中身、これが宿るのはハードウェアなんですよね。ですから今まで私、まあ、このハードウェアを中心にお話をしてきました。施設や設備などのね、構造要因、そしてそこでの衛生管理、その衛生の中には中毒性があるものやアレルゲンということも当然入ってきます。そして今度はより大きなエンバイラメント、環境ってことになるわけですよね。で、この環境の中には、ね、早番、通常勤務、遅番というような先生方の勤務状況もあるかもしれません。または雨の日で、ね、子どもたちの汚れ物が増えたり、テラスや廊下が滑りやすくなるというような、ね、天候、気候条件もあるかもしれません。さらに言えば雰囲気っていうのもありますよね。で、これうちの付属幼稚園でやってることなんですが、ね、まあ、子ども主体の保育、ね、子どものこう自発的な活動としての遊びっていうのを大事にしてるので、ね、晴れてる日にね、担任がさあみんなで園庭で遊びに行きましょうってこんなこと言わないんです。言ったらやっぱり子どもを何かね、コントロールして、直接的にコントロールしてしまうことになるので。だからちょっといやらしい方法を使うんです。いやらしい方法っていうのは何なのかっていうと、遊戯室や保育室を暗くしておくんです、ね、そうすると子どもはね、やっぱ暗い環境は居心地悪いんですよね。暗くしておくと不思議とね、そこにね寄りつかないんです。だから結果的にみんな園庭に出てお日様をいっぱい浴びて遊ぶっていう、こう展開が想定されるし、それまあ仕掛けていくわけです。まあ、仕掛けるからちょっといやらしいなとは思うんですけどね。まあ、だけどそうやって、まあ、ある意味直接指導をすると子どもの主体性の芽を摘んでしまうかもしれないので、まあ、間接指導をしているってことになるんですが、まあ、こういったエンバイロメント、ね、環境ですよね。まあ、あとはやっぱりまあ人的環境としての、まあ、保育者や子ども自身の体調管理ってことも入ってくるそうです。で、あと2つの L ってのはライブウェアなんです。つまり、まあ、あるこう出来事に関与した、まあ、この場合だったら事故や事件に関与したですね、本人の要因、ね、または、ね、当事者以外のスタッフの要因、ね、つまり、新任なのか、ベテランなのか、あるいは女性であったら妊娠中なのか、ね、いろんなことによって変わってきますよね。そういったことも含めた上で、このリスクマネジメントを考えていかなければいけないというわけです。シェルモデル、ね、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ、次に行きましょう。で、実際ですね、いつ起こるかわからない災害に対する備えということです。避難訓練の重要性についてお話をさせていただきます。まず、ね、一つは避難訓練や
設備の確保ということで、これは公立のですね、義務教育学校、小学校や中学校なんかに求められていることではありますが、しかしながら、私立の幼稚園もですね、場合によったら、保育中にこういった災害が起こり、子どもたちを期せずしてですね、保護しなければいけないことがあるかもしれない。場合によったら、本当に緊急避難的に地域の、未就園の子どもやご老人なんかをですね、守らなきゃいけないような状況に陥る可能性もあるわけです。で、そんな時には最低3日程度の食料や水、最近フードロスなんてことも言われていますけれども、こういったものを常備していくことが必要だと言われています。だいたいね、賞味期限に近づいてきたら、また新しいものに買い替えて、どうなんでしょうか。先生方のおやつとして消費されることもあるかもしれません。これはちょっと違う話なんですが、今、うちの付属幼稚園ですね、子どもたちが実際のままごとで、本当にお料理してるんですよ。じゃあ、その食材はね、どこから調達してくるかっていうと、同じですね、敷地内に付属小学校と付属中学校があって、自園給食なんですね。そうすると、どうしても野菜とかいろんなものの、要するに切れっ端が残るわけですよ。これはやはり衛生管理上、食べるわけにはいかないので、ゴミ箱直行だったんですが、これ、付属幼稚園の教員のアイデアなんですね。そういった余った、もうちょっと再利用が難しいような食材をもらってきて、で、それ使ってね、実際に焼いてみたり、煮てみたり、お料理体験するんです。で、当然それはね、食べることはできないんです。結果的には捨てることになるんですが、ただしですね、そうやって子どもたちが食べるというところまではいかないんだけれども、実際食育であったり、または生活経験を豊かにするための、一助として実際にお料理をしてくれると、なかなか面白いな、私は思っています。今年の10月、付属幼稚園公開研究会、今度は、対面でやります。なので、ぜひご参加いただければと思うんですけれども、そんなことで2番目いきます。合言葉、紅葉、これはもうすっかり行き届いていますよね。お箸もってのは私は知ってたんですが、最近はお箸持ちってなってるらしいですよね。押さない、走らない、喋らない、戻らない、近寄らない、あとはイカのお寿司って、これは不審者対応になりますけれども、こんなのは皆さんの幼稚園ではどうでしょうか。もうすっかり子どもたちの中に浸透していますでしょうか。そして、あとは地域との関係性の構築、これも大事ですよね。いざとなったら地域の方々が駆けつけてくださる。あるいは防災、減災に地域の方々が協力してくださる。そのためには、常日頃からのですね、挨拶や、これからアフターコロナになって、さまざまな触れ合い活動や行事があると思います。で、行事には保護者のみならず、地域の方々にもぜひね、足を運んでいただきたいし、地域の方々を対象にした行事、展開している幼稚園、ほとんどだと思いますけれども、こういった中で子どもの安全と命を守る関係性づくりをぜひ構築し直していっていただきたいなと思っています。本当にね、今、子どもが去年1年間でもう79万人ですか、子ども子育て支援の新制度をスタートした2015年は、日本全国で少子化、少子化って言われていても、108万人ぐらい生まれてたんですよね。それから8年でもう一挙に108万から79万ですからね。大変な勢いで少子化が進んでいます。ということは何なのか。子供という存在、あるいは子育てをしている保護者、または子供が生活し学んでいる就学前の施設、社会全体から見たらマイノリティですよ。少数派です。で、これ人間の悲しい性で、どうしてもマイノリティというのは区別され、区別がやがて差別につながっていく。その一つが、例えば子どもの声がうるさい。または、通園している方が多い園であれば、登園、講園の際に道路が
混雑してしまって鬱陶しいとかね、だんだんそんな風になってくる。そして地域から苦情が入って、その苦情の対応に、まあ、先生方、特に管理職の、ね、方々の貴重な時間とエネルギーが、まあ、浪費されていくって。悪循環なんですよね。ですけれども、じゃあ仕方がないではなくって、いかにやっぱり地域の理解と協力を取り付けていくのかっていうのは、まあ、開かれた学校としての幼稚園、これからやはり地に足をつけた実践を展開していく上では必要なことであると思います。ぜひね、頑張っていただきたいなと期待をしています。あとは、まあ、連絡体制や相談窓口の、ね、確保や確認ということです。そして何よりも5番目です。避難訓練。この回数というのは法令によって定められています。児童福祉施設である保育所は基準が非常に高いです。毎月1回以上となっていますが、学校である幼稚園の場合、まあ、これは幼保連携型の認定こども園、3、4、5歳児も対応してくると思いますが、年2回以上と定められています。ただ、これは最低基準です。先ほど申し上げたように、この最低基準以上のですね、やはり実践を心がけていただきたい。こう私は期待をしています。まあ、具体的には消防法の第8条、消防法施行令、なんかね、知らないけど、行政の方は施行令とか施行規則ってお読みになりますが、これ私ちゃんと調べました。国語的には、ね、施行令とか施行規則が正しいそうなんですけれども、ね、この第4条の3項定められていることですので、これはぜひですね、取り組んでいただきたいというふうに思います。じゃあ、具体的にどんなふうに取り組むのか。ポイントはですね、対象が幼児になりますから、五感を刺激する体験に訴えるリアリズム、これがですね、大事になります。気仙沼の実践から学んでみたいというふうに思います。これは気仙沼市立唐桑幼稚園の取り組みで、この唐桑地区海岸がありますけれども、ね、津波被害に襲われて、幼稚園もひどいことになりました。で、そこからですね、まあ、復旧していく中で、実にね、素晴らしい園舎や園庭が整えられましたが、またいつ襲ってくるかもわからない災害のために、本当に地道な取り組みをされています。一つは地域との連携ですよね。消防署の方々に足を運びいただいて、で、直接にそういった、災害救助の最前線に立っているリスペクタブルな大人のですね、お話に子どもたちはじーっと耳を傾けています。で、ここで先ほどの、ね、イカの、何でしたっけ、お箸持ちとかね、いろんな、合言葉なんかもですね、昭和しているわけですが、もう一つは、この避難訓練の際に保護者にも参加いただいています。そして園が防災・減災のためにどんな取り組みをしているのか、保護者にもですね、これ情報公開です。ですから保護者は、まあ、園に対するある種のこれは信頼感、安心感にももちろん結びついていきますし、ここでの、ね、避難訓練体験というのは、ね、子育ての支援、つまり保護者にとっても学びになるわけですよね。家庭で生活しているときに災害に襲われた。いやいや、子供と一緒にですね、ショッピングセンターや、水族館、映画館、行楽に訪れていた際に、遭遇した場合でも焦らずに、そして的確に避難行動を取ることができる。そのための心構えやノウハウを保護者も一緒に学んでるんですね。で、これは消防署の協力あってのことなんですが、まあ、人体に有害性が低い実際煙を、ね、充満させたこのボックスの中に入って、ね、煙にまかれると、いかにこう私たちの情報の80%を司っているという視覚が役に立たないのか、いや、それどころかですね、嗅覚、ね、または有毒な煙を吸い込んで、ね、苦しい思いをしたときに、私たちはどんな不安やパニックに陥るのか、やっぱこう体験をしているわけですね。それとあともう一つはですね、気仙沼の避難訓練、まず
園内放送で轟音がと鳴り響きます。で、過剰演出と思えるぐらい、クラス担任の先生が自らの机をガタ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 ってこう揺らすんですよ。これは震災のご経験がある、ね、方々であれば、ね、思い出されると思います。私たちもしばらくの間ですね、余震に怯えていました。そしてもう心の傷、トラウマになりましたよね。例えば何か机を動かすガタガタっていう音でも、パッと反応し、心拍数が上がり、冷や汗が出てくる。音なんですよね。でね、私は猫を飼っています。自宅に2匹の猫がいるんですが、ね、猫がよく、ね、うちは完全室内飼いなんですけれども、自動車にはねられて亡くなる野良猫や、ね、まあ、屋外と屋内自由に行き来させて飼育しているお家もありますが、なぜ猫は車にはねられてしまうんでしょうか。危険を感じると猫はそこで固まってしまうんですよね。うちの猫もそうなんです。嫌なことあります。爪切りが嫌です。あともう一つは、一匹の猫が貧血の持病があってですね、毎月獣医さんに連れてきます。血液検査で注射で血を抜かれます。で、その後、ステロイド剤と胃薬と肝臓のサプリメント、締めて毎月1万円です。大変ですね。1年間で12万。ペット保険も効きません。で、その猫が15、6年生きたら、トータルで、ね、餌代やトイレの砂代で200万円ぐらいいきますよね。だから、猫1匹大切に飼うと、ね、自動車1台分だってよくわかります。うちは2匹いますから、ね、国産車だったらトヨタのクラウンぐらい買える感じしてます。ね、ペットを飼って贅沢なんだなって、ね、改めて実感していますが、ね、例えばですね、お医者さんに連れてくよって、猫ももうね、賢いからもうわかるんです。そうするとね、逃げるどころか、その場でピュッと固まるんですよ。動かなくなるんです。でもね、人間の幼児もそうなんですよ。恐怖体験に襲われた時に、幼児はその場で固まりますよね。固まるだけじゃありません。うわーっと泣くんですよ。ね。でもね、これは私たち人間に備わっている防衛本能です。だって、危険なのに子供がね、その場で固まらず、うろうろされてしまったら、私たち大人は子供の安全を守ることができますか？うわーっと大声を上げるからこそ、私はここにいるよ、助けて。動かないよ、じっとしているよっていうわけですよ。大人に助けてもらうための、これは自己保存の本能なんですよね。だけれども、実際、災害の時に、子供たちが保育室の中で固まって、しかも、今の設置基準だったら、1クラス35名マックスですよね。まあ、なかなか35名で保育している幼稚園は今ありませんけれども、例えば20名の子供が一斉に泣き出したらどうなってしまうか、パニックですよね。だから、本来、幼児はそういった防衛本能、自己保存の本能を持っているんだということを私たちはよく理解をした上で、形式的な避難訓練ではない。で、実際に地震の時には大きな音が出ます。ね、でも、泣かない。固まらない。そして先生のお話にしっかり耳を傾けて、適切な行動をとる。これはね、やはり五感に訴える、そして、リアリズム、大切にした避難訓練をしなかったら、いざという時に動けません。で、気仙沼で私が学んだのは、そんなね、本当に辛い体験から学んだ、ね、実効性がある避難訓練です。ですので、まあ、ぜひですね、参考にしていただければと思います。そしてせっかくの機会なんです。消防署からも来ていますから、保護者と一緒に人工呼吸や、この AED ですね、オートメイティッドエクスターナルディフリビテーション、ディフリデータですか。自動的に体外から、ね、除細振動をこう起こさせるための機械、ね、このですね、扱い方を学びます。ね、で、子どももね、これね、やっぱじっと見てるんですよ。ね、
で、観察学習なんですよね。子供たちってやっぱりじっといろんなものを見て、ね、そしてやがてそれが模倣学習につながっていくわけなんですけれども、ね、やっぱり、ね、しっかり内容を理解する、スキルを身につけないまでも、やっぱり観察するっていうのが大事なんですよね。そうすると何かあった時には、そこに AED があるよ。知らないおじちゃん、おばちゃんでも、あそこの AED 使わなきゃダメだよって。子供でも、ひょっとしたらいざという時に、そんな行動に走ることができるのかもしれない。ですよね。ですので、まあ、こういったですね、単に避難訓練をするだけではなく、防災・減災のための、まあ、スキルを学ぶ機会としても、ね、まあ、気仙沼は、こういった、まあ、行事、イベント、活動というものを、ね、きちんと全体的な計画の中に組み込んでいるということです。じゃ次に行きます。これはですね、本当に私学文書課のですね、県の職員の方々は本当ご苦労されたと思います。実際に、園に足を運んでですね、まあ、実地調査をしたり、あるいは園の先生方からアンケート調査にご協力いただくことで、まあ、本当に貴重な情報がこう集積されてきました。で、私もね、それを見せていただきました。でですね、ちょっと私にもう少し余力があれば、全体的にどんなふうになっているのか、エクセルファイルから円グラフや棒グラフを作ってとかいろいろ考えてたんですが、やっぱ何かと大学教員と言い訳になるんですが、忙しくって、そこまではいかなかったんですが、ただ、これはあくまでも私、宮兄弟の佐藤の、ね、個人的に作った、ね、鹿版、地蔵版だと思ってください。皆さんから寄せられた情報に基づきながら、まあ、こんなね、園バス送迎に際してのですね、安全確認チェックリストっていうのを作ってみました。ですからこれは実際にこういうことを行っている園、要は、いや、まだ行っていない園、いろいろだからこそ、ね、この1から10番、ね、まあ、出来上がったわけです。ね、なんかこれね、ちょうど10個に収まったんですよ。私が大嫌いな、ね、幼稚園の終わりまでに、幼児期の終わりまでに育てた銃の姿って。あれはね、保育内容のご領域から無理無理に10個作ってる、非常に非科学的で、ね、不自然なものだと私は思っているので、あんなものはね、もう早く幼稚園教育要領から削除してほしいと思ってるんですが、この10項目っていうのは、アンケートから拾っていったらね、本当に10になったんですよ。1つ目は、これ今、一緒にやっていたってもいいのかもしれません。ね、変数化していったら、ね、何点になるんでしょうね。園バス運行に関するマニュアルを作成している。まあ、ほとんどの園はイエスだと思います。ね、10点、で、2番目、園バス運行に関する情報、ね、対応マニュアル等を保護者とも共有している。3番目、園バス運行に関する研修会を年1会話を行っている。まあ、これはその研修会にカウントされると思うんですよね。でもこれは園内研修ってことも入ります。4番目、これはなかなかハードル高いです。ICT、インターネットコミュニケーションツールですよね。こういった電子管理システムやアプリなんかを導入しているか。で、5番目、これはほぼ100点ですよね。添乗員が、同乗の乗、すいません。間違えました。ね、乗るじゃなきゃいけませんでしたね。添乗員が同乗している。つまり一緒にバスに乗っているかとか。で、6番目。乗車表を用意している。これもほぼ100点ですよね。10点ですよね。7番目。これはどうでしょうか。座席表を用意している。これだから、お休みの子供もいますので、ね、例えば、A ちゃんはここ、B ちゃんはここじゃありませんよね。乗ってきた順にどの座席がこう順番に埋まっていっているのか、これをちゃんとチェックしているかどうかってことです。ただ単に何ちゃんが乗っている乗ってないだけじゃなくって、園バスの席がどのように埋まっていっているのか、こう毎回チェックするやってる園があります。そしてさらに言えば点呼を実施している。そして、まあ、これがなかったからこそ、いろんな悲惨な事件が起こってしまったわけですけれども、ね、9番目、園児降車後に車内確認を行っている。
それだけではありません。しかるべき駐車場や最後は書庫に園バスを持って行った時に、運転していた方が最終確認、もう一回してるかどうか。さあ、この10項目、全部クリアしていたら100点になるはずです。私は個人的には、やっぱり、70点以上目指してほしいなと思っていますが、さあ、皆さん、何点でしたでしょうか。はい、じゃあ次に行きたいと思います。で、そんな中でです、このですね、4番目に関わることなんですが、これは本当に文科省なんかも中心になってね、推奨しているものです。どんなですね、防止機器があるのかということで、こう調べてみると、大きく分ければ2種類あるらしいですね。後方によるあるボタンを押すタイプと、もう一つはもう本当にね、アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能が、制御する監視カメラをつけている。で、当然ですね、監視カメラは高いんです。で、その一方で、後方にあるボタンを押すタイプっていうのは、比較的安価です。そして、例えば皆さんも知っているアメリカのね、黄色い、通園通学バスがあるんですが、あれはもう大抵この押しボタン式がもう装備されているそうなんです。ただし、ここで今私が紹介するのとはシステムがちょっと違って、アメリカの押しボタンタイプっていうのは、運転手さんが最後、バスの後ろに行って、つまり子どもたちが全員降車していたり、忘れ物がないのかどうかって確認した後、ボタンを押さないと、差し込んでいるキーが抜けない、こうなってるわけです。なので、もしこれから園バスなんかもどんどん技術革新が進んでいったら、キーではなくて押しボタン式になったりするんですけれど、つまりエンジンが切ることができない。ここまでね、やはり徹底しているそうなんです。ですから、日本でそういうシステムを導入しようとしたら、基本的に園バスを改造しなければいけません。その間、園バス使えません。さらに言えば、費用も8万円どころか、この AI カメラに届こうかというぐらい高額になってきます。ですので、長所は短所、短所は長所、表裏の関係なんですよね。なので、日本においては、むしろね、そうではなくて、より、簡易なものです。つまり、このアラーム、鳴るとかですね、いうような、簡単なものであれば8万円ぐらいで購入できるはずなんです。つまり、ボタンを押さないと、最後、アラームが鳴ってうるさいわけですよね。で、AI カメラタイプのものは、ここにある通りなんですよね。つまり、これ、パソコンだとかですね、あるいはスマホ、タブレットなんかとつながっていて、駐車場から離れていても職員室や、あるいは、保育室なんかでも確認ができるわけなんです。ただしですね、子供と大人の区別がなかなかできない。だから、社内点検しているときにですね、エラーが生じやすいってわけです。で、さらに言えば、やはりね、機械により頼むと、機械そのものが、例えば故障したり、あるいはソフトウェアにバグがあったりいうような、やっぱり危険性っていうのは否定できませんよね。さらに言えば、ヒューマンエラーだって当然あるわけです。機械がやってくれるから安心だっつって、ついつい注意が散漫になってしまったりするって。だから、どのようなですね、安全装備を導入したとしても、機械の故障もあれば、ヒューマンエラーもある。だから、あくまでもこういった装備というものは、私たちの可能性、あるいはポテンシャル、潜在能力ですね、これを非常に高めていくための補助に過ぎないというような自覚は持っておくべきだと思います。で、これはですね、文部科学省から、今年度の予算ということで出されている、さまざまな安心安全のための、対策支援事業ということですので、それぞれの園にも行き渡っていると思いますが、またご覧になっていただきたいというふうに思います。はい。もう1時間以上おしゃべりをさせていただいたので、皆さんもお疲れになってきてるんじゃないかと思いますが、最後のまとめ、子どもの権利条約に学ぼうってわけです。子どもの権利条約には大事な4つの柱がありますが、その中のまず1番目、
生きる権利、命が守られて生きるというわけです。ですから、この、ね、安全管理ですね、これは最も基本的な権利に関わるところです。私たちは子どもたちが安心をして園生活ができるように、子どもの生きる権利、つまり命を守っていかなければいけない。その上で育つ権利です。この育つというのは教育を受けて、まあ、賢くなっていく。あるいは一人一人の子どもが、ね、得意分野、好きなことあるわけで、まあ、そういった多様性、さらにはそこには発達障害、身体障害あるかもしれませんが、そういうことも前提としたインクルーシブ、ね、一人の子どももやっぱり取り残されず、その子らしく、その子の人生主人公として生きていくためのこう育つ権利って、これあるわけですね。そしてこの育つ権利の中には、防災、減災、つまりね、自立した主人公として自分の人生を生きていく上で、やっぱり命守っていかなきゃいけない。そしてその自分に大切なお友達や、やがて恋人、家族ができたとき、さらに言えば、ね、共に汗水流して働く職場の同僚、命を守るための防災・減災の知識やスキル、これも育つ権利の中にしっかりと組み込まれているはずです。そして、ね、守られる権利。これは、まあ、昨日の埼玉の事件、ね、あそこから私たちはいろんなことをやっぱ学ばなければいけないと思いますし、限界もあるかもしれませんが、理不尽な暴力、そして虐待。まあ、この搾取というのは児童労働のことなので、ちょっと日本にはあんまり当てはまらないと思いますが、そういうものから守られる権利ってことです。さらに言えば、これがなかなか出てこないんですが、参加する権利です。ね、まあ、自由に団体を作ったり、意思を表して社会に参加できる権利ってわけですが、しかしながら、ね、幼児は未熟であると。ね、あるいは、こういった、例えば選挙に参加するだとかですね、村や町や、ね、市の、ね、行政に参加する。まあ、それにはまだまだやっぱり未成熟ということはあるんですけれども、その代わりにそういう子どもたちの思いを、立場を代弁してくれる大人の存在、これは必要だと思いますよね。で、それを、まあ、最近ではアドボカシー、アドボケイトって言い方をしますけれども、ね、まあ、参加する権利という中で、まあ、ここではね、例えば、ね、先ほどの避難訓練です。ね、これも子どもたち参加します。で、参加したときに、子どもたちにどうだった？感想を聞いてみる。ね、これも子どもたちが自分たちの命を守るために活動に参加し、ね、そして、まあ、今度はこんな避難訓練やってみたい、あんな避難訓練をやってみたい、こんな意見はなかなか出てこないとは思うんですけども。だけど、絶えずやっぱり子どもの、ね、声に耳を傾けようとする姿勢、これは避難訓練、防災訓練に限らず、保育の中で大切にしていかなきゃいけないことだと思います。本当、蛇足になるんですけどね、例えば、保護者や地域へのアピールを大切にするあまり、生活発表会ができる、わかるの、ね、なんでしょう。を披露する晴れ舞台になるようなのは私は良くないと思ってるんです、実は。ね、だから、例えば劇遊びをする。じゃあ、桃太郎をやりましょう。4月生まれの賢い何々ちゃんがじゃあ主役よとかね。こんな服を身につけましょう。で、その服は、ね、まあ、家庭にお願いするのも大変だから、幼稚園の先生方が残業してでも縫い上げるとかね。これは私ね、実はね、最悪の保育だと思ってます。ね、つまり、大人が全部決めちゃう。そして見栄えが良い完成品を作り上げていく。そうじゃないですよね。例えば生活発表会だったら、ここで言う、本当に減災、防災も含めて、いろんなことを子どもたちが幼稚園の中で経験し、そして見て、憧れて、真似をして、身につけてきた。ね。で、そういった生活を通じて習得してきた様々な資質、能力、力を発揮する場ですよ。ね。だとしたら、生活発表会みんな何やりたい？あ、劇遊び？何の劇やるの？あ、桃太郎。じゃあ桃太郎やりたい人、はーいって、5、6人手を挙げるかもしれません。じゃあどうしようか。1人に決める？それともね、6人で桃太郎やろうか。こうやって、
子どもの意見を聞いていく、これね、すごく大事なことで、幼児期から、ね、シチズンシップの教育、つまり、この民主主義の世の中を担っていく、市民を育成していくためのね、これは経験としてすごい大事なことなんですよ。ね、最終的には多数決っていう手段により頼むことになるかもしれない。でも民主主義の世界というのは、少数派の意見にもちゃんと耳を傾ける。ね、で、少数派の気持ちや要望をどうやって多数派のそれに、ね、組み込んでいくのか、ね、苦労する、努力する。だからプロセスがすごく大事なわけですよね。それがここで言うとこの参加する権利、これが守られることによって実現していくんだってことです。ちょっとこれはね、今日のテーマから外れることかもしれませんが、せっかくの機会ですので、まあ、僕から皆さんにメッセージとしてお伝えしておきたいと思いました。で、そんな中で、子どもは権利享受の主体者であると同時に、権利行使の主体者である。そして何よりも、ね、避難訓練、防災訓練っていうと、成熟した私たち大人が未成熟な子どもを守ってあげるんだ、やってあげるんだって、なんかこういう上から目線になりがちなんですが、そうじゃない。子どもと大人は対等であるんだと。ね、そして子どもと大人は平等に扱われるべき存在だ。この理念を生かすんだとしたら、例えばね、バスの置き去り事件しかり、園内におけるさまざまな事故もそう、ね、私たちが、ね、こう考えてみればいいです。私たち大人がね、バスの中に置き去りにされたら、どう思いますか？ね、なんで自分のことが無視されている、ね、腹立たしいですよね。うん、あるいは、なんか、ね、こう環境的な、ね、欠陥によってね、何か損害や怪我を被ったけしからんってなるわけですよ、ね。大人がけしからんと思うことは子供だってけしからんわけですよね。ですから、まあ子供の立場に立つじゃなくて、大人の私たちにとってやっぱりけしからんことは子供にとってもけしからん、ね。だからこそそういった、ね、危険の目は、ね、あるいは不適切なことは、ね、きちんと、ね、その芽を摘んでいかなければいけないということです。はい、なんだかんだね、80分ほどお話をさせていただきました。まあ、質疑応答っていうんでね、なかなか皆さん発言しづらいかもしれませんし、私も十分答えられるかどうかは、心もとないんですが、以上で私の方からの、まあ、講話とさせていただきますので、はどうぞよろしくお願いいたします。終わります。